日本国内で赤字を黒字に変え、それも増税とか借金なしで変え、さらに教育費を幼稚園から高校まで私立、公立を問わず無償化にしたのは正直言って大阪だけなんです。橋本徹さんはじめとして本気の人たちばっかり集まっている。こんなすごい政党はありません。茨城県は維新発祥の地ですよねって言われるんです。明治維新の先駆けとなったのがここ茨城県の志士の皆さんです。今のこの世の中、日本がこうやって平和で経済的にも豊かでこういう世の中になっているのは、実はここ茨城県の先人たちが本当に頑張ってきっかけを作った茨城で、茨城だから維新ができる、私はそう思っております。行財政改革、大阪維新の会、維新なら絶対に実現できます。高校まで私立も含めて無償化できたのは日本全国そんなところどこにもないんです。それをやったのが大阪維新の会、私たちの政党なんです。この素晴らしい政党、志のある政党をぜひ茨城県でもしっかりと根付かせて、その思いをしっかりと国政に伝えていって、日本全体をもっともっと繁栄させて、もちろん茨城もだけど地方をもっと繁栄させて、財政も改革し、行政も改革し、政治家も改革しちゃう、そのくらいの気持ちでやっていけるのはこの大阪維新の会、そして私武藤優子、これしかいない、私そう思っています。茨城でどん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 維新の改革を進めていく、最初はどんなちっちゃくてもいい、だけど一人が一人に伝え、その人がまた伝え、そうやってどん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 維新の改革っていうのは広がっていく、腐れの根のようにこう血を這いながらいつの間にやら空高く届いている、そんな感じ、私がイメージしているのはそんな感じの選挙戦、そして維新の会の大活躍、大躍進です。大阪の人たちだって最初橋本徹さんが始めた時にはバカにしてたんですよ、できないってそういうふうに思ってた、ところが今では本当に喜んでる、大ファンがばっかりいる、どうしてか、それは本当に大阪維新の会がやり遂げたからなんです。世の中を、大阪を大きく変えたから、大阪では政治に対する不信感はなくなっています。なぜなら大阪にいる大阪の維新の会の皆さんたちが本気で身を削って政治改革、行政改革をしたということを本当に知ってるから、よろしくお願いします。